ちは、しげちゃんです。今日も、梅雨の晴れ間で、晴れ間でもないんですけど、曇りで、いつ降るかわかんないから微妙な天気なんですけど、今は降ってないのでちょっと走りに来ました。あんまり遠出するとまた雨降られて困るので、いつものごとく、活動時に来まし行こうかなと思って、いつものコンビニに来てます。はい、今日は大ニュースですね。ぐるっと回りまして、昨日納車されましたニューバイクです。ちょっと寄ります。よいしょ。19年モデルなんで、1つ2つ前のモデルですけど、 DCR、アドバンスド SL1 ディスクです。買っちゃいました。昨日納車されて、今日は無理かなと思ったんですけど、こんな天気なんでちょっと試し乗りで、初ライドになります。楽しみです。いきなりヒルクライム、今日しよう、軽いヒルクライムしようかなと思って、どんな感じなのかなと、前の、12年モデルの SL とどう違うのかなっていうのもちょっと比べてみようかなと思います。詳しいバイクのスペックとかはまた別の動画でちょっと紹介したいなと思います。大きいところはですね、ディスクロードになりました。やっぱヒルクライムしたら当然帰り下りなので、下りのやっぱりねスピード調整で、やっぱブレーキ、普通のリムブレーキだと結構力いるんですよね。特に急な斜面になっちゃうと、その辺でディスクに関しては、軽いタッチで、効くって聞いてるので、その辺もちょっと試しに帰り、確認してみようかなと思います。相変わらずカラーは、基本ブラックです。真っ黒ですね、見た目は。一応なんかレインボーブラックみたいになってまって書いてます。部分的にはなんか黒ベースのラメ入りですねなってます。だからロゴとかは多分ラメ入りの黒になってます。あとはマットブラックですね。変速系は、アルテグラの DI2 です。これ変速、ちょこちょこやりましたけど、やっぱ楽ですね。それからホイールは、ホイールタイヤに関しては、カーボンです。カーボンホイールになりました。でタイヤの方は、チューブレスレディということになります。で 25C か、最近の主流の 25C なので、これ今ちょっと今 23C しか乗ってなかったので、この辺もちょっとどんな感じなのか、確認したいなと思います。正面から見てたらやっぱ2変わったのでちょっと太いなって感じはしますけど、取り回しとかハンドリングとかどんなんかなっていうのもまたそれも見ていきたいと思います。
で、あとはですね、標準でパワーメーターがついているところがいいですね。嬉しいところです。ちょっとこれ前の、モデルなので、最新のモデルじゃないので、フランクのところに大きい、パイオニアの見たようなやつがついてますけど、まあ逆につけてんなーっていうアピールになっていいのかなと思います。まあ重量的には多分これ、これが余計なもついてるので重くなってるんかなと思いますけど、まあいいです。まあ大した話じゃないかな。うんですね。まあね、簡単な超簡単なスペックです紹介でしたけど、まあ、詳しいのはまたさっき言いましたように別の時動画で紹介したいと思います。とりあえず今日は、初ライドということで、どんなもんなのか乗り味をとりあえず確認したいなと思います。じゃあ早速勝尾寺を向かって、西田橋からいつも通り、登っていきたいと思います。まあちょっと雨も心配なので、まあちょっと行ってきます。それでは行ってきます。とりあえず1回止めます。まあ、DI2 初めてなんでですけど、握り具合は、まあ、細くなって握りやすくなりましたねまあ変速に関してはレバーが前のワイヤー引きの癖があるので結構なんか強くボタンを押してしまいますね。今のところまだまだ慣れてないので、まあ、軽くポチポチポチで押せばいいのに結構ギュッギュッて押してしまって。セルなんでシートコストカットしないといけないんで、まあ、その辺は含めて昨日シミュレーター使いながら、カットしてもらってセッティングしてもらいましたんですけど、まあ、前のエセルから比べればちょっと楽になった感じかな。前のはちょっとあんまりセッティングっていう感じはあまり何もしてなくて、中古フレームを買ってそのまま乗ってるって感じなので、かなり楽です。とにかく。あとリアのスプロケットですけど、前は32で行ったんですけど、ノーマル28が当然ついてて、僕はちょっと貧脚なので32入れたかったんですけど、32を入れようと思うとリアリレーラーまた変えないといけなくて、 DI2 だしそんな金ないので、今のノーマルゲージの最大ギアが30なので30に、変えました。早速今西田橋、はい、スタートです。まあ、今日は今は降ってないけど風が強い。
い気もするけど、ちょっと体調がいまいちなんで、まあゆっくり行こうかな、ぼちぼち。タイヤ23から25になって、今走ってて上が覗いてるんですけど、まあ太さがやっぱ2変わると、あ、太いなーってすごい実感ですね。なんかやっぱシャープさに欠けるんやけど、この方があんまいいんですかね。走行抵抗これの方がいいって聞くけど、どうなんですかね。まあ今回25を初めて使って、まあホイールが、ホイールというかタイヤが、まあチューブレスなんで、まあジャイアントで言ったらチューブレスレディなのかな、なるので、これもちょっと初めて使うんで、クリンチャーとの乗り味のまあ比較っていうのをプレイしてみたいですけど、僕感覚が鈍いんで違いがよくわからない。まあゴロッとバイクマ自体変わっているので、どう比較すればいいのか、どこが変わっているのかっていうのがよくわからないんですけど、だからあまりまともなインプレーができないそうならいいんで、まあ、このバイクにで、23入れてみたりとか、すればあっちから履けば変わるんだけど、バイクほどちょっと変わっているので、どこがどうなのかっていうのはよくわからないので、まあ、バイク全体の違い、トータルで見たところの比較っていうのはなんとかできるけど、まあ、それまでまともにできるかどうかはないけど、で気がするっていうのはちょっと、まあ多分できないですね。まあ、せっかくのいいネタなんだけど、いろいろインプレするっていうことで、まあでもタイヤに関しては、まあちょっと太くなったんで、まあ
ちょっと段差とかこの辺まあちょっと少し安心かな、太くなったので。23まあやっぱ細いんで、なんとなくだいや取られるな、ハンドル取られるなっていうのはあるし、まあ段差のクッション性っていう面でもちょっと安心かなと思います。そこは安心ですね、ちょっと安心できるかな。あと、まあ、言ったらさっきのチューブレスなんで、あんまりしたくないパンクしたときどうなのかなと。当然まあシーラントでしたっけ、あれ入ってるので、まあそこそこ塞いでくれるんですけど、どうしようもないときですよね。まあライドして途中でパンクして、どうしようもない時はまあチューブ持ってるんで、普通にクリーチャータイムにして、まあ帰れるんですけど、でまたチューブレス戻す時タイヤ交換して、チューブに戻す、チューブレスに戻す時、多分自分ではようやらないな、やりたくもないな、なんでまあジャイアントツアーに持ち込むかなと、お願いしようかなと思います。今日は日は照ってないけど蒸し暑いですね。雨の降ってないけど、まあ降ってて上がっていうところで、湿気がすごいし、ムシムシ度がすごいです。バイクの重量でいうと、これカタログで 7.4 だったかな。で、前の SL 12年のモデルは多分測ってないんであれですけど、多分7キロは切ってると思うんですよね。なので重量だけ見れば多分軽いと思います。なのでこっちの方が重いかなと。まあ多分ディスクブレーキの分がちょっと重量がかさんでるのかなと。まあその他の面ではそんなに、まあ、重くなることはないと思うので、まあブレーキ分かなと思ってます。ブレーキ分と、まあ、パワーメーター分かな。ハンドルとステムなんですけど、まあ、これ両方カーボンですかね、 SLR でなんですけど、で前の12年の SL に今下型のエアロバーにしてるんで、まあ変えようかなとも思ったんですけど、まあ、付け替えれば重量的には軽くなるし、多分エアロ効果も、まあ、自分の走りではそんなにないかもしれないけど、
まあ少なからずあるかなと、あると思うんで書いてもいいかなと思うんですけど、まあそれは後々で。ギアはインナーの後ろは30ローです。前32って先ほど言ったんですけど、まあ2兆少ないので、この2つの差が上りどうかな。本当は32にしたかったんですけどね、さすがにリア2リア変えるとなるとすごいんで、乗り心地いったらサドルですかね。このサドル何やったっけ、腕組み忘れちゃった。硬くないし、カーボンレールで、でクッションも結構あって痛くないですね。あ、またでも10キロくらいしかしてないけど、それがこっち全然悪くないんで、これはいいかなと。このサドルも、テールランプがつけれるっていうのがいいですね。前12年のフィジークのサドルみたいに、キャッターのライトつけれるようになってましたけど、まあ、あれと同じような感じでサドルにつけれるのがまた嬉しいです。シンプルでスマートなんで。パーでパワーでいくと210、レーデンズ80、今日心拍計忘れた。
昨日も仕事休みでやったんですけど、この4日前と一昨日の仕事がきつくて、昨日も全然やる気なくて完全な休息日に当てました。ダラダラしてた。ちょっと休憩します。
は軽いな。また、まあ、斜度が 4-5% ぐらいの。なるともう目いっぱいレバー引くんで、あ、手が握力がないですよね。やっぱ自粛にしたかったのは、あ、やっぱ下りのブレーキングですよね。スピード調整が、まあ、力があんまりいらないっていうところが、まあ、そこをやっぱ重心して、これにしたので、まあ、その点はこれにしてよかったなと思いますね。まあ、このホイールのラケット音が、ああ、いいや、ブルーダースミス、吹いて、ちょっと大きい、音が大きいな、まあ、ホイール変えてるなっていうか、そんな感じしてて、自己満足です。まあ、刀剣のホイールのも結構進んでましたけど、まあ、あれはあれで、まあ、進んだので、あれはあれでいい。ノーバンド PA2 かな、アルミのホイール、プロジェットは静かですね。あれはかなり静かで、
カーボンだね。海が今日は42だったかな。まあまあミドルの高さがあるので、まあ見た目すごくかっこいいねとは思うけど、なんかちょっと今日風があったりとかして、なんか気持ちいいのか、それの影響が出るのかなと、なんか時間取りで乗れる感じが少しある。アルミリムのローハイトのまあ、ほんのちょっとの差ですけど、まともなまあ横風でもないので、 PCR はこれぐらいのミドルハイトがかっこいいね、ですね。まあ、見た目も重要ですからね。何入れても似合いますよね。まあさすがにディスコホイールは入れないけど、もっと高いハイトでも全然かっこいいし、ミドルぐらいだったらちょうどいいし、ローハイだと全然似合うし。まあ西田橋まで降りてきました。近所ぐるぐる回ろうかな。万博の辺、万博でもちょっと回ろうかなと思います。ちょっと山の方はちょっとやっぱね、雨降られると怖いので、早々に降りて、まだ走行距離もまだ20キロも行ってなくて、まだ18キロなんで全然走ったうちがないんですよ。レバーの感覚が、
ライズスタートチェーンのコンビニです。まで戻ってきました。暑い。喋るもきつい。ライド初昼クライムしました。率直な感想、まあ当然悪くはないですけど、バイクそのもの重量もまあちょっと重たくなってるのもあるしけありますし、なんだ気持ちもなんかやっぱ重いなーって気もせんでもないですね。あでも、まあ、快適は快適でしたね。まあ悪くはね、全然悪くはないと思います。まだ1回登ったら発車だけなんで、まだ良さがまだまだ見えてこないんで、まあどんどん走って、梅雨明けてどんどん走って、もっと、いいプレッシャーしたいな、いいところ見つけたいなと思います。まあ今日は走れただけですごく嬉しい。本当よかった。今日は本当雨でもう海かなと思ったんで、走れてよかったです。まあスタンドで、こまごまとしたバイクの、詳細とかスペックとはまた別動画でまた報告したいと思います。とりあえず今日はここまでで終わりにしたいと思います。それでは。ゆうちゃんでした。またの動画をお願いします。